山口先生も人の子ですから、ご自分の体でなんかやばいっていうことあったんですか？はい、つい最近にですね、ぎっくり腰をやってしまいまして、その時にこちらの吸盤を使った水玉、療法で対処しました。それなんでできてるんです？これはシリコンでできております。ですので温めていただいても結構ですし、まあ、お風呂に入りながら使っていただいても大丈夫です。どうやって使うんです？こちらはすごく簡単で、こう皮膚表面に当てていただいて、中心部分を押していただくだけで陰圧がかかるようになります。あ、それを痛いところにくっつければよかったんですかね？いえ、ぎっくり腰のところ時はですね、まあ、炎症が起こってますんで、その腰に直接つけることは避けました。その代わり、太ももの裏側ですね、座骨神経が走ってますんで、その座骨神経に沿った形で吸盤を20個ぐらい使ってペタペタと貼りました。あ、それをくっつけるだけで痛みがじゃあ緩和した？はい、かなり緩和して、次の日には動くことができるようになりました。いや、そりゃいいですね。私にも一つください。はい。